BL 日立サンロッカーズ東方会広島ドラゴンフライズ第4クォーター終了して84対84、オーバータイムへと進んでいきます。オーバータイムは5分、そしてファールは持ち越し、日立はファール4つ、そして広島はファール5つ、ボールは日立ボールからです。木下がボールキープします。スタルが打ちます。竹内ジョージ、そしてもう1回来ました。そして真ん中竹内ジョージ、なかなか中に入れない、ローポストに来たアイラブラウン。さあアイラブラウンがフェイダウェイシュート、決まりませんが、サイドアイドウェルトのシュートは決まりました。そしてバスケットカウント、ファールは翔太ですね。翔太のディフェンスファールました。そしてカウントワンショットも決まって87点目サンロッカーズ。悪い流れを断ち切りたいサンロッカーズでしたが、まずはハイドンヘルとカウントワンショット決めてきました。そしてイカルガン、イカルガン打ちませんが、翔太後ろから、さあショーターがどうするか、アイラブラウンドのマッチアップかわしきれるか。さあゴール下入って決めました。ドラゴンフライズの新たな得点源、シャノンショーターのゴールが決まりました。池内ジョージ、そして木下、左サイドアイラブラウン、スローポストハイドヘルト、ゴール下に入ってきたのは広瀬です。全くフリーでした。89点目、そしてウカウが見るか、見るか、さあローポストハイダーフルトマッチアップして外、ウカウがさあスクリーン使って打てない、これはラインを割ります。サンロッカーズの選手が立ってアウトバンズ、ショットクロック8秒、ショットクロック8秒、ここはどう使う、ドラゴンフライズ見るか、ゴール下、これは決まりません。リバウンドはハイドネルトから、そして木下、木下ボールキープします。朝山がつきます。木下に朝山がつきます。そして竹内洋二、竹内洋二がさあ来るのかわしてシュートを決めてきました。そして今度はイカルガ、イカルガのシュート、これは決まりませんね。ディフェンスファール、ハイドフェルトでしょうか。さあフリースローはイカルガ、1本目外れます。ここはしっかりと決めておきたい。2本目は決めてきました。これで87点目、4点差を追いかけます、ドラゴンフライズ。そしてオールコートプレス、そして木下が当たります。木下がどうするか、インサイドから何かを伺うように、そして竹内洋二からインサイドフォワッと浮かして、ハイドフェルトのシュート、竹内洋二がアシスト、ハイドフェルトがシュートを決めてきました。今度はショーター、今日は大活躍。そしてヒカルがショーター、イカルがショーターが突っ込もうとしました。これは入りません。スクリーンを使ってもう一度試みるか。アイラブラウンとのマッチアップ。さあ、これはトラベリングです。さあ、トラベリング。残り2分37秒。93対87。しかし、5点リード、6点リード。広瀬がボールキープして、そして木下。ここは浅山とマッチアップ、左に今度は磨いて広瀬が 回り込んでました。そしてローポスト竹内洋二からもう一回広瀬、インサイド出ましたがターンオーバー。今度は浅山のスリーポイント決めてきました。浅山が決めてきました。もう温めのベテラン浅山がしっかりとスリーポイントを決めて3点差、木下ボールキープ。今日は木下 VS 浅山がオーバータイムに入ると、この2人のマッチアップです。そしてローポスト竹内洋二、来るのが進みます。さあゴリゴリと入ってシュート決めてきました。
ポストムーブから決めたのは竹内洋二、そして浅山からミルカからさあもらったのはショーターシュート決まりません。2番竹内洋二、そしてハイドヘルト、これはファールがありました。浅山です。浅山のファールでフリースローです。そしてここでタイムアウトは広島ドラゴンフライズ佐古ヘッドコーチ、残り1分36秒、95対90、サンロッカーズ5点リードでドラゴンフライズタイムアウトです。